プラバースはインドの俳優、主にテルグ語映画で活動している。2002年にエーサルで主演として映画デビューし、2013年に出演したミルチで何理賞最優秀主演団優賞を受賞した。2014年のヒンディー語映画アクションジャクソンでは劇中曲のダンスに特別参加。2015年にバーフバリ伝説誕生で主演を務め、 映画はインド映画歴代4位の興行成績を記録した。2017年には引き続き、バーフバリオーの外旋に出演し、同作は100億ルッピー以上の興行成績を記録した。南インドの俳優として、初めてマダムタッソー館に、老人形が設置された。タミル・ナードシュ・チェンナイの出身。父は映画プロデューサーのウッパラ・パーティスウリア、ナーラ・アヤナ・ラージュで、 兄と姉がいる。おじは、俳優のクリシュナ・ムラージュ。プラバースは、ハイデラワードのスリチャイタニア・カレッジで、エンジニアの学位を取得している。プラバースは、内気な性格だったため家族には俳優になる意思がない、ことを伝えており、当初は、ホテル業界でビジネスを始めようと考えていた。しかし、バープが監督を務めたおじの出演映画を見たことで、 心境が徐々に変化していき、俳優になることを考えるようになった。プラバースト・ナレンドラモディ2002年にエーサルに出演し、俳優としての活動を始める。その後もロガベンドロ、バーチャム、アデビー・ラームズ、チャックラムに出演し、主演を務めている。2005年に SS ラージャマウリの監督作品。 チャトラパティで主演を務め、映画は54の映画館で100日超のロングランとなった。idlebrain.com は、プラバースの演技について、独特のスタイルと男性的な魅力があると評価している。2009年に出演したビラでも主演を務めたが、映画はスタイリッシュで映像美はあるが、脚本がもう少し練られていれば、よりヒットをしただろうと告評された。 2010年と2011年にはロマンティックコメディ映画ダーリングミスターパーフェクトに出演し2012年のデニカイナレディでは声のみ亀を出演している2015年には再びラージャマウリから主演に起用されバーフバリ伝説誕生に出演した映画はインド国内の主要な映画賞を数多く受賞し2017年には後編 バーフバリ王の外旋に引き続き出演した。バーフバリ伝説誕生への出演をおきっかけに、プラバースは南インドだけではなく、国際的にも名前が知られるようになった。ラージャマウリは、主人公バーフバリのキャスティングについて、最初に思い噛んだのが、チャトラパティ以来友好関係にあったプラバースであり、彼以外には考えられませんでしたし、 実際完璧に演じてくれましたと語っている。イークにランジャンサウンドトラック発売会見時のプラバース、バーフバリー伝説誕生撮影時のプラバース。ありがとうございます。